ヤッホー、エミデーですと、おもちゃんです。おもちゃん、こんばんは。うん、やべ、ご飯狙ってる。はい、今日の動画は、なんとですね、10万人達成したらお話しするって言ってたこともないけど、たけちゃんとの出会いについて、今日初めてお話をしようと思います。よろしくね。これが10万人達成したら、まあ、みんなにね、お話ししますって約束してて、もう本当に遅れてごめんなさい。ちょっとどうせなら2人でお話ししたいなと思って、たけちゃんと私のスケジュールがなかなか合わなくて、ちょっとタイミングがずれちゃったんですけど、お待たせいたしました。ということで、今日はちょっとたけちゃんと夜ご飯を食べながら、お話をしていこうかなと思います。イエーイ。イエーイ。実はね、出会いについてみんなに待ってたことがありまして、みんなに聞かれるたび、まあ、居酒屋で出会ったとかそういうことをごまかして言ってたんだけど、私たちの出会いはね、実は違うんですよね。まあ、居酒屋は居酒屋なんだけど違うのね。実はね、まあ先に言うけど、私たちは出会い系アプリペアスで出会いました。はい。実はなんですけど、まさか自分がペアーズで出会う人とこうやって今一緒に住むとか思ってないし、まあ、今一緒に住んでて、ワンちゃんまでいるので、付き合って1年くらい経つんだけど、まさか出会い系で出会った人とこんな風に暮らし始めるとか1ミリも思ってなくて。居酒屋は居酒屋だけど、居酒屋の原因はね、出会い系やな。そうそう。で、初めてのデートが居酒屋だったのね。だから、まあ、出会った場所居酒屋って言ってたんだけど、で、まあ、なんでみんなに言ってなかったかというとね、まあ、私はこうやって顔出しをした活動をしてるんだけど、たけちゃんはもう本当にただの社会人、一般人なのね。二人の活動してる場所が違うし、まあ、たけちゃんとのこう都合とかもあるかなと思って、ちょっと言うタイミングをずっと見計らってました。でもね、このね、もう一年以上ね、みんなからね、常にアプリで出会う恋はどうですかとか、アプリって危ないと思いますかとか、私が一番身をもって経験してることなのにさ、それに対して何もね、的確なことが答えられてない、もうこのなんかもう劣等がもどかしさがめちゃくちゃ嫌だったの。そう、すごくなんかたけちゃんに言ってたよね。うん、ね。本当はめっちゃいいのにとか言ってたな。そう。うん、本当に。なんか使い方次第では本当にこうやってちゃんと素敵な人に出会えるのに、でもこういうのをね、ちゃんと言えなかったから、俺側への配慮やな、なんか。でも今はたけちゃんと、まあ、この間1年突破して、ベビちゃんじゃないけどワンちゃんと一緒に、まあ、3人で暮らしてます。うちらさ、アプリで出会ってさ、一緒に暮らし始めたのめっちゃ早かったよね。もうなんか半同棲みたいなのは数ヶ月でしたね。多分もう1ヶ月後くらいにはさ、たけちゃん家にほぼいるようになったよね。そう、1ヶ月だっけ。うん、2ヶ月だよ。そんな早かった。なんでアプリを使い始めたかというと、ちょうど東京に来て1週間くらいのタイミングで始めて、大分の時だとさ、もう本当にもう田舎あるあれやと思うんやけど、マジでさ、コミュニティが狭いのね。大体出会った人は誰かの元カノとか誰かの友達とか、もうすぐに広まるし、もうめちゃくちゃ狭いのね。その中でやっぱこう出会い系するのも違うし、なんか大分でしようとは一回も思ってなかったんやけど、東京に来たタイミングでマジでさ、友達も知り合いもほぼほぼおらんすぎて、でコロナになる、まず緊急事態宣言の前やったんやけど、そのタイミングくらいでなんか飲み友欲しいなと思って、気軽にこうお話しできる友達欲しいなと思って、本当にさ、アイコンも目しか映してなくて、名前もゆうちゃんって名前で偽名で登録してたので、偽名で出会った方ですね。どうだった？ほぼ顔で映ってなかったな、あの時な、うん、ね。なんかメッセージの感触みたいなのが、うーん、なんかやりとり、うん、普通の人なのかなって。普通の人っていうか、なんかそのちゃんとしてそうな、なんかどっか面白い、節々が面白いような感じやったな。へえ、それは普通のメッセージで、メッセージ、メッセージ見定めたの。うん、面白いです。こういう事例もあるんだけど、やっぱりね、アプリってこう良くないイメージとかまだあるし、どうだろう、自分の子供がアプリするって言われたらちょっと心配になっちゃうなって部分もあるけど、しっかり自分のね、意思を持ってうまく使えば、ちゃんとした出会いにつながる今時の出会いの方法だと思う、うん、このご時世だしってすごく思う。
な。だけど俺の友達もアプリで結婚した人もいるし、本当今はなんかアプリの時代なのかな、自分も含めな。え、本当に思う。なんかまさかさ、自分たちがアプリで出会う人と付き合うとか思ってなかったくない？思ってなかった、ね、やるとも思ってなかった。いや、そうなんだよ。登録するとも思ってなかったよ。なんで登録したんだっけ？俺の友達がやってておすすめされたから。うん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 、うん、別になんか彼女っていうか、こんな飲み友みたいなのでよかった、うんうんうん、そういうパターンの男性もいる。今はこうやって3人で2人と1匹の幸せな家庭で暮らしております。はい。結構一番最初俺に会った時どんな印象やった？めちゃくちゃ優しそう。優しそう、出た、優しそう。なんか興味ない人に言う言葉やる。優しそう。なんか違うんだよ。なんか初めて会った時もなんかすごくいい人なんだけど、こんな人がアプリやってるんだって思った。普通にモテそうやし。いやいや、どれや。マジでレアだわ。でも本当になんかさ、イケメンもなんかストライクのイケメンって言われたら、まあ、ちょっと違うかもしれないけど。目の前やんの。けどなんか光るものがあったね。本当に普通にこの人モテるだろうに、なんでアプリしてるんだろうみたいな、なんかそういう部分もあって最初は大丈夫かなってちょっと思ったけど、5分くらいでその大丈夫かな払拭された。この人は絶対に大丈夫な人だって。うん、なんかエミコ一番最初会った時めっちゃすげえなって思ったのが、もうなんか一人で裸一貫で東京来ましたみたいな、もう守ってるものないですみたいな、どん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 サクセスストーリーみたいなの話してて聞いてて、あ、マジかみたいな、こんな人いるんやなみたいな、うん、話しててすごい楽しかったし、うん、なんか一瞬で好きになったかな。うん、たけちゃんの方がそう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 。今までこんなことあんまなかったんだけど、女の子にグイグイ行くことはあんまりなかった。なかったかな。一人やりなんだよな、うんうんうん、まさかこんないい人来るとは思わなくて緊張しすぎて、ね、うん、ほぼ何も食べれなかった。めちゃくちゃ食べないやつじゃん。そう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 。で、美味しい焼き鳥屋さんだったのに、うん、全然たけちゃん食べんかったよな。食えんかった。胃が受け付けない。でもそんなことあった今まで？ないないない。やばくない？それもなんかちょっといろんなことが聞きたかったって。やば。でもその当時の私ってこのくらい、今よりだってワンちゃんプラス10キロくらい。めちゃくちゃブスだった。いやいや、めっちゃ面白かった話が。すごい。だからさ、見た目で見てなかったんだよね。かもな。やばい。そうやって中身からちゃんと入ってくれる人っているんだね。アプリで何人か会った？初めてアプリで会った人。私も初めて、うん、一緒くらいだったんだよね。なんで会ってもいいかなと思ったの？わかんない、なんでだろう。なんとなく、うん、なんか優しそうだったから。なんかでもこれでやっとモヤモヤしたのが晴れた。今アプリなんかやろうかやらないか悩んでる人絶対やった方がいいよな。うん、な、そう、なんかちゃんとした人いっぱいいるってか、なんか俺が言うのは変かもしれないけど、うんうんうん、うん、そう、なんか本当に作り方次第だよね。うん、これ結婚する人もいっぱいいるし、うん、急になんか斡旋業者になって、斡旋業者。案件ですか？案件ちゃいますよって。でもさ、うちら二人で話してるよね、これペアーズのサクセスストーリーに乗れるくねって。ペアーズですって、なんかあの CM。ペアーズで出会いました。そう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 。こうやってね、なんか腕組んでさ。一回同棲始めるときに、なんかペアーズを、なんかそのお互いアプリ消しなくてな、うんうん、なんかその消す理由、付き合った、うんうんうん、それともあのいい人がいなかったみたいな、そういうのアンケートあって。あったあった。なんかそれでなんか付き合ったって押すと、それ紹介させていただいてもいいですかみたいな、なんかその、嫌です。いや、全然だけど、めちゃくちゃいいデーだよねって。ビジュアル含め。ビッグベイビーもいるしな。本当にね、幸せだよね。ってこと、ペアーズで会ったってよく忘れちゃう。なんで会ったの？そう、どうやって出会ったっけ、うん、昔はアプリやるイコールチャラいとかそんなんやったけど、私の周りの友達も今めちゃくちゃやっとるし、本当にそれで順調に付き合ってる人とかもいっぱいおるから、うん、もちろん気をつけないといけないけどね。うん、そう、なんか昔はさ、遊びに行った先で出会ったとか、なんかそういうことあったけど、今のご時世ってやっぱ難しかったりするやんか、うん、圧倒的に出会い減っちゃうと思うけど、アプリの利用者が増えてきたと思うけど、だからこそ自分の子は譲れないとか流されない気持ちを強く持ってアプリしないと、危ない人もねたくさんいると思うから、うん、ね、そう、容易に進めることはできないんだけど、まあこういう事例もありますよって意味を込めて、うん、発表しました。発表。たけちゃんいい感じの女の子いなかったの？いなかったよ。どんな人とやりてるでしょうか？なんか看護師さんとかいたけど、うわエロエロね、うわエロ。どんな人とやりてるでしょう？地元が一緒っていう人。ああ。なんかよく九州出身の人とかとやりてるしてた。結構続いたん。私、もうたけちゃんにもそうだったくない？めちゃくちゃ遅かったやろ返信。うん、
1日置きとかに返してなかった、うん、ただの友達と LINE するのもめんどくさいんやけど、わざわざアプリ開いてさ、アプリの中のメッセージボックス開いてさ返さんときでクッソめんどくさくって、うん、なんか出会う段階のあなんかこう慣れ合うためのメッセージみたいなのがめちゃくちゃめんどくさいわ。なあ、あんま興味ないもんな。そう、名前とか趣味は何ですかとか、うんうんうん、なんかね、そういうのもたけちゃんはなんか自然とスッと全部めんどくさいっていう感じなんかなんかスッって入ってきた。なんか前から知ってましたくらいのスッって。うん、なんか職業なんかお互い違うし面白かったのかな。うん、それもあるね。私ってこういう職業しよってさ、まあ、何のために東京来たかって言ったらさ、ブランド立ち上げるためやんか。そういうちょっとまだ不安定な状況の私をたけちゃんはね、すっごく全く違う職業なのにすっごくすっごくすごいねすごいってめちゃくちゃ肯定してくれてて、たけちゃんがいなかったら私今こうやって YouTuber もやってないと思う。そうで嘘そうえ、ぐらいめっちゃくちゃ尊敬してくれて、こんな私のことをすごく毎日毎日恵美子ってすごいねってこう純粋な目でキラキラとね、あの肯定をしてくれる。で逆に私にはないものをたけちゃんめちゃくちゃ持っちゃって、お互いそれはあるよね。まあ確かにな、話がなんかお互い違うから面白いな。お互い尊敬できる人じゃないとちょっと付き合うのはな、確かに将来的にちょっとんってなっちゃうかもしれない、うんうん、長くいるな。今後アプリについて話せる内容が増えたもんね。俺のお父さんは硬派な人間だからな、ちょっとそうね、ご両親とかのエミコの YouTube 見てるからちょっとな、うん、だからちょっとこう言うのも悩んだんだけど、うん、ありがとうございます、うん、こうやってみんなにお伝えをしております。すいません、今までストッパーにしてて10万人記念ということで、はい、ありがとうございます、はい、ということで今回は私とたけちゃんの出会いについてお話をしてきました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。みんなアプリ使いましょう大丈夫かよはい、で私はインスタグラムやツイッターもやってるのでぜひフォローしに来てください。あとチャンネル登録もありがとうございます。もう10万人本当にありがとうございます。これからも見てくれると嬉しいです。はい、ということで終わろうと思います。今日も見てくださってありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。